別府港は大分県別府市にある別府湾に面した港湾。港湾管理者は大分県。重要港湾に指定されている。港湾計画上の別府港は浜脇地区、北浜地区、的ヶ浜,浜地区。一般には2コロ1日7便の定期フェリーや観光船が寄港する石垣地区を別府国際観光港と呼ぶ。かつて旅客船が発着したくすの寄港は 埋め立てられて、商業地となっている。紅丸、瀬戸内海の女王と呼ばれた、紅丸、横浜港大桟橋別府港に係留中の、オリア穴ごふ島別府国際観光港に接岸する、神別汽船、阿蘇別府国際観光港に接岸する関西汽船、サンフラワーアイボリ客船向けの、第四布島に着岸した、マリナーオブザシーズ、別府交通センター。 別府交通センター湖駅という愛称で呼ばれる県内の特産品を扱う物産販売所である。大分ホーバーフェリーやソレイユエクスプレスが運行されていた時期にはセンター内に出発窓口が設けられていた。かつての別府湖は土地である。開港時には旧別府町の中心に位置していたが合併後の別府市からは南寄りのルカワの川口付近となる。 別府市の手法などによると、同市が観光都市として飛躍するための重要な役割を担ったと認識されている。この港ができるまでは、さらに南の浜秋温泉の浅見川川口付近が白地として機能していたが、北県知事、松片正義が別府を視察した際、海上交通の便を測れば別府発展が期待されるとの発案から1870年2月に、 着工。港の安全と今後の発展を祈願して、港に近い竹川温泉の北に、鳩場神社が誕生された。境内には九百十三年に建てられた別府地港の石踏みがある。八百七十三年五月に、大阪解消者によって、大阪との航路が開かれ蒸気船、駅丸が就航すると、二年後には、他社の万寿丸、琴平丸、安全丸、 大西丸、両波丸も就航し、大阪と別府を結ぶ瀬戸内航路は競争時代を迎え、また、瀬戸内海各方面から集まる当時船で賑わった。1912年5月には、観光開発を目的とした戦闘ンン級のドイツ製火客船、紅丸が大阪と別府を結ぶ観光航路に就航するなどして、別府温泉を次第に日本一の温泉都市へと発展させた。 港からまっすぐ西に伸びるルカワ通りは夜も不夜城と言われるほど賑わった。当時の様子は大将の広重こと長官図絵し、吉田初三郎が作成した観光ガイドなどに見て取ることができる。戦後、大阪との間を結ぶ瀬戸内航路は最盛期を迎え、1960年には瀬戸内海の女王とも呼ばれた暮丸が両線の同系船、紫丸と共に、 瀬戸内航路に就航した。この時期、紅丸田五隻が就航していた別府航路は、阪神と九州を結ぶ観光路線として、多くの新婚旅行客を別府温泉などへと運んだ。その後、港湾機能が別府国際観光港へ移転するとともに、航路の主役は、クルーズ客船からフェリーへと移っていった。1992年の埋め立て工事完了後は、 別府夏の宵い祭り農業花火大会や、別府クリスマス花火ファンタジアなどの各種イベントに使用されていた。埋め立て地への商業施設誘致の是非と経緯に関しては賛否あり、2006年5月、市長が一度辞職し、是非を問う市長選をする事態となったが、その結果再選され商業施設の誘致が決定した。埋め立て後も三橋の後など多少なりとも、 面影が残っていたが、2007年に、夢タウン別府が開店し、旧別府港の名残は姿を消した。夢タウン、別府開店後、各種イベントは、的ヶ浜公園の SPA ビーチなどを利用して、開催されている。楠木港は土地の北側にある県営のヨットハーバー。2008年の大分国体で利用された後、隣接する北浜公園と共に改装工事が行われていたが、 2010年7月1日より従来のおよそ2倍に拡張されて再び共用が開始された。別府会の駅として海の駅に登録している。事前に電話で予約すればビジター利用も可能である。ありがとうございます。